お杉の話が始まるよ。お杉の一ワールチャンネル。お杉の一ワールチャンネル。今日の映画はこちらです。シャイニーシュリンプス。元オリンピック銀メダリストの水泳選手マチアスは、同性愛者に対する心ない発言への罰として、ゲイのアマチュア水球チームシャイニーシュリンプスのコーチに就任する。マチアスに課されたミッションは、弱小チームのシャイニーシュリンプスを世界最大の LGBTQ+ オリンピックゲイゲームズに出場させること。なんとか予選通過はできたものの、ある事件が起きてしまい、マチアスとシャイニーシュリンプスは思いもよらない悲しい現実に直面してしまう。なんかこの間もじいさんばっかだったんだけど、今回も言いたくないよね本当は。同性愛者のじじいたちが水球、じじいたちばっかじゃないんだけどね、でもその水球のチームを作ってんのよ。水球でしょ。そう、水球ですよね。そう、結構水中の格闘技とも言われている。いや、それはね、上手に作ってるのよ。あのエピソードはそのチームの人間たちのことをメインに作ってんだけど、上手に3試合くらい入れるのよ、物語の中に3試合くらい、はい、そうすると分かるじゃない、どういう人たちなのか。あ、そのチームにのメンバーがですね、うん、でね、すごいなと思うのは、やっぱりあの映画を作るってことはさ、2時間の間にオープニングがあって、いろんなみんながこうやってこうやってこうやって生きてて、こういう仕事をしててっていうのがあって、それでその一人のね、とっても優秀な選手が病気なのよ。それなのに、その病気を自分で知りながら、頭の中に、まあ、血腫があってっていうような、はい、その人がどうなるかっていうことがまず一つと、その死ぬのは想像できるじゃない。だけどそのお葬式に、そのチームの連中たちが何をやるかっていう、もうどぎも抜かれるくらい面白いのよ。だいたい水球チームなんてやってないで、ダンシングチームやればいいなって思うくらいなお葬式だよ、遺体の前で。だから葬式に来てる人たち何人かは帰っちゃうの、怒ってっていうようなシーンがあるのね。ただすごく面白いのは、その水球の監督して雇われるのがストレートな男なのよ。あ、なるほど。うん、そのストレートな男をやるのがね、ニコラ・ボブっていう、その多分初老って言ったら怒られるわね。周年のいわゆる同性愛なんて見んのも嫌。それがたまたまある悪いことをした公正のために来るわけよ。それはものすごいやっぱり圧力があるでしょうね、お互いに。そうそれからやっぱしほら、女優さんが出ないと色がつかないじゃん、うん、だから整形しちゃって女になったゲイが出てくるの。それがすごい背が高くってさ、はい、もうね、なんていうの、私さ、ゲイの映画に関してね、少し偏見持ってる人なのよ。そうですか。うん、どういうふうに言ったって分かりやすいのかな。私ができないじゃない、そういうこと。私はまっとうなゲイだと思ってるけど、なんか、映画なんかで描かれるゲイって非常にどっちかっていうと面白い人たちじゃない。踊ったり歌ったり、歌ったりって、そんな人ばっかじゃないのよ、ゲイって。陰気臭いんだってたくさんいる。なのにここに出てくるのっていうのは
7人なのね、水球のチームが、チーム、はい、チームの人数っていうのがね、はい、で全部がその選手が全部がゲイなのよ、うん、一番若い子が新入りで入ってくるの、はい、新入りのメンバーで、うん、その半年前にゲイだってことがバレてっていうくらいが若い子なんだけど、うん、でパリにやってきて故郷を出て、うん、でここに入ってくるのよっていうように、いろ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 持ってる人たちなのよ。うん、7名のメンバーがそれぞれ年も違うし、いろんな事情も違う。そうなの、はい、それで私が一番面白かったなっていうのは、ジョエルっていう一番年取ったゲイがいんのよ、最年長で、はい、50年間ゲイとして踊ってきたことに誇りを持っているやつ、うん、それもすごいなと思うんだけど、とにかく意地悪なのよ。あら、そのゲイってさ、意地悪な面ってすごくあるのよ、ね、その自分が気に食わないとズケズケ言って直させようとしたりとかね、そこへそのノンケの監督が来てるじゃない、その最初は嫌なのよ、それはもうあの罰なんだからしょうがなくてやるんだけど、分かるようになっていくのよね。それがまたすごく楽しいんだけど、反発し合いながら、反発し合うっていうか、結局なんていうの、彼がいなかったらチームとしてはもう悲惨なもんなのね。それがそのまあ物語の一つの筋としては、その弱い弱い弱いゲイのチームがどうなっていくかっていうことがまず一つよ、はい、まあ映画だからね、大体分かると思うけど、でそういうものを作っていながら病気で死んでいく人の悲しみも、それの両親も、その両親なんて本当に死んじゃった後少ししか出ないんだけど、それもまたすごく上手にできてるし、とにかく葬式のシーンがラストなんだけど、もう抜群よ。もうね、信じられないからうまいの。なんか見たらちょっとハッピーな気持ちになれそうな映画ですね。そういう悲しみとかいろいろぶつかり合いとかあるけど、見終わった後になんかちょっとこう幸せになれるような映画なんじゃないですか。いや、そうしないとね、ゲイの映画ってどん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 暗くなっていくのよ。だからこうやって喜劇っぽくしないとね、うん、それでいてハートウォーミングな部分を持たせていくっていうのがあるんだけど、もうその女装してる子なんて本当に綺麗なのよ。もうなんていうの、普通ゲイでもヒゲをね、ここでも出てくるけどヒゲ生やして、うん、こうやってね、ゲイなんだけど双子の子がいたりしてね、風邪ひいちゃったからってみんなが止めるのも捨ててね、その打ち上げをやらないで帰っていってだとかっていうエピソードがあって、そのエピソードの中でもその仲間たちが人に対してどう思ってるかっていうのもちゃんとやったりね、とにかく見てて飽きないのよ。でも私はやっぱしゲイって嫌だなと思うところがあるなって思うんで、皆さんはね、あのいわゆる堅気の方たちだからそういうことを思わないだろうと思うんだけど、ただ笑ってみればいいと思うの。ただ最後は本当に、あ、いい映画だなっていうのをつくづく笑からしてくれる映画になってますよ。ただ確かにうまい、そういう形へ持っていくの。ただ私みんな知らない役者なのよね、これフランス人なのよ全部。あ、そうですか。そうなのよ。だからもちろんもうエッフェル塔がいわゆる男性のシンボルみたいに取り扱われてる部分があって、例えば高揚してね、まあ、セックスにね失敗しそうになるとなんかエッフェル塔がシュッと切ったりする。いや、そうやって見てないとわからないようにできてんだけどね、とにかくエピソードがたくさんあって楽しい映画になってる。すごくなんか聞いてて、あ、荒唐無稽ななんかこう作ったものなのかなと思ったら、実際にこういうチームあるんですか、いるんですか。知らないのかしら。ゲイの世界そんな詳しくないし。
ただ役者たちみんな楽しそうにやってるのよ。でそこがねやっぱいいとこだと思うの。移動するのが全部バスなのよね。それで森なんかに行くとみんな池なんかに真っ裸で入ってキャ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 やってると監督ともうあと一人二人がバス出しちゃうのよ。そうすると真っ裸の男たちが道を追いかけんのよ走ってっていうようなシーンが出てくるとアホだなと思いながらうまく入れてるなっていうようにできてる映画なんで、ゲイじゃない人も楽しめるし、ゲイを軽蔑してる人はぜひご覧になっていただきたいな。どんな人が軽蔑してるか知らないけどしてほしいなと思います。今年本当に楽しい映画がここのところ続いてて、シャイニーシュリンプスっていう、シャイニーシュリンプス、うん、シュリンプってあのエビです、エビのこと。じゃあ光り輝いているエビですね。エビたちですね。どこがエビなんだかわかんないんだけど私は、いうことで本当に笑いながら見てました。よかったです。チャンネル登録よろしくね。お願いします。